検定ラウンドが間近に迫った修験者の2人、アベレージゴルファーの2人に出された猪野コーチからの目標スコアは、福島さんにはこれです。90を切るべし。頑張ります。90を切るべし。三原さんの、はい、これ目標85を切るべし。切ります。あいいのさあ、いよいよ検定ラウンドも間近ということでですね、今回はその検定ラウンドの会場でもあります、トム・アトソンゴルフコースに来ておりまして、練習ラウンドをやろうということになっております。お二人ともこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。もう半年になりますよ。もう練習は積んでますね。やれてるかどうかが、練習には行ってるんですけど。あ、練習には行ってるけど、はいはい、やれてるかどうかはちょっとということですか。そうですね。なるほど。串間さんはどうですか。ちゃんとやられてますか。はい、やれてるつもりなんですけど、本番でどうしてもミスが出ます。まあそれはコース回るとね、うん、この収録始まってから何回か回ったと思うんですけれども、うん、一番いいスコアは101です。 101? はい。101はどうなんですか。自分のベストスコアです。101ベスト、はい、まあ、はい、一応自分の自己ベストは更新したと、はい、いうことですよね。はい、新原さん、まあ、年末に97とかなんですけど、2人のいわゆるあの基準スコアがありましたよね。それに向けての検定ラウンドがもう近くあります。そのための練習ラウンドだったんですが、前半2人はもう9ホール回っております。前半の目標40台で回ります。前半の目標は、はい、50以内です。いや、50以内やったら45以内です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、練習ラウンドスタート。意気揚々とティーショットを打った2人でしたが、どっち向いても一緒なんやの状況ね。うん、いけた。おお、オッケーオッケー。難関トム・ワトソンゴルフコースのグリーン周りに苦戦します。トム・ワトソンの罠に。うわあ、ナイスショット。情報が入っております。新原さん、なんと前半60。はい。串間さん、前半52。はい。こういうことでいいのか。ダメです。もう検定ラウンドがすぐ目の前に来てるというのに。ただこちらトム・ワトソンゴルフコースは非常に難しいです。あのフェアウェイも狭いし、グリーンもアンジュレーションがあって速いですから、このコースこそどうやって攻めるかが本当に求められるコースですので、後半はスコアメイクというのをちゃんと頭に入れてラウンドしてみましょうか。はい、はいはい、それでは後半戦スタートです。さあ、後半戦、10番ホールからです。パー5、495ヤードです。見ても分かると思うんですが、もういきなり大きな左ドッグレッグですよね。だからまずはこれ1打目をどこに置くかが非常に鍵になってくると思いますよ。はい、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。さんからです。ナイスショー。ちょっと右サイドですか。
右のラフぐらい、まあまあ打てるとこにはありそうな感じですね。はい。あ、新原さんは前半戦のドライバーの調子はどうでした？ちょっとうまくいってない。うまくいってないのにまたドライバー使っていいんですか？ちょっとウッドに変えます。何番に変えるんですか？7番ウッドに。7番ウッド、はい、ナッショー。あーと、ちょっと巻いてますか？左の林、ちょっと引っかかりましたか、はい、だからドライバーの方がいっちゃないかなと思ったとよね。行きましょう。さあ、新原さん、結構入ってますね、これ、はい、あ、正面がまっすぐ行こうと思えば行けますね、はい、どうやってフェアウェイに戻せるか。真正面でない木に当たった。これは、はい、はい、OK です。はい、OK、出た出た。そうですか、串間さんのボール結構右に跳ねたんですね。はい。お、OK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 、はい、出ました出ました。さあ、新原さんがフェアウェイに出したボール、まあ全然いいとこありますね。届くクラブがないんで、180ぐらいを狙って近くに寄せたいなって。で5オンして1パット、はい、はい、右に行ったよ。あーっと下に落ちた。まあまあ打てそうな感じは打てそうな感じ。ちょっとあれじゃないですか、当てに行ってるというか、はい、当てに行くだけだとどうしてもあのボールになってしまうのではないかと思われます。わかりました。はい、行きましょう。ありがとうございます、はい、さあ、串間さんの第3打ですね、これね。はい、はい、ピンまでが約190ヤード。はい、はい、何番で行きますか？一応5番アイアンで。5番で、はい。あー、左に引っ張った。すごい。いやいや、そのね、今クラブ見ましたね、はい、クラブのせいじゃない。いやいやいや。あ、もうシャンク。いや、こいつは厳しいぞ。前が空いてますか？あ、あ、横は、横も同じような状況ですね。前行ったらいいですね。もうピン狙った方が、はい、ピン狙いますか？はい。出ましたね。出ました。オッケーです。ナイスです。ありがとうございます。さあ、串間さんが、ピンまでが約20ヤードぐらい。ここはしっかり寄せときたい。あ、どうした？ガチャン。おお、いた。ちょっと待って。まあまあ、しっかり打てましたからね、あれがあったんですけど。イエイ、パチン。え、ということはボギーです、ね、ボギーですよね、はいはい、チップインボギー。また難しいところにあるね。そこからピンは狙えます？ギリギリ、はい、ギリギリ、はい、ここはしっかり寄せときたい。あ、ダフった。なんとも言えんな、これ。はいはいはい、もうここは乗っける。ここ、あ、止まれ止まれ止まれ。うわ、来い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 。早いね、早いです、このグリーン。もうもうラインは決めたんですか？はい、見ました？見ました。いつ見た？いや、こういう一打をこう大事にしていきましょう。ここはどんなラインで見ます？気持ち、ワンカップぐらい右から左に切れるのかなって。うん、ここは切れるのかね、そんなに。うー、やっぱりね、そんなには切れないよね。はい、ナイスキュー。ナイス10じゃないですか。ナイス10。8、9、10か。
さあ続いては、パー3、11番136ヤード何番でいきますか。9番アイアンで。9番アイアンで、はい、またここガチャガチャンと入るといいね。ナイスショー、ナイスショー、いいんじゃないですか。おお、はい、おー、 K、 ナイスショーねえ。グリーンのちょっとセンターぐらいから軽いドローボールでいい感じでしたよ。さあ新原さんは何番でいきますか。8番です。8番で、はい。お、これもいい。お、これもいい。さあそのまま、そのまま、あーちょい左。ショット的にはどうでした。そうですね、あの前回ここ8番で打って全然ショートしたところのコースだったんで、ほう、しっかり当たってる成長が感じられます。いや今日あったかいからね。大丈夫です。はい、行こう行こう。はい、どんどん行きま す。さあ、新原さんのアプローチ、どういうイメージで行きますか。左から右に下ってるんで、はい、ちょっと左目に。中腹より手前ぐらい。どこ、中腹より手前ということは、ここら辺。はい、はい、いいイメージ。当たれ、当たれ。うわ、惜しい。いや、ナイスアプローチです。今まで、そういう明確なイメージが少なかったんじゃないですか、はい、そうです、結構大雑把にやってるところが、ね、それをやっぱここを狙うとかって思って打つのと、はい、だいたいあそこら辺で打つのとではやっぱ1だとか2だとかすぐ変わってきますからね。はい、さあ串間さん、これバーディーパットですよね。はい、どうです、どこ狙えます。これぐらいかなと思って。なるほど、はい、ちょっといい目標があって、はい、こう来たらちょうどいいぐらいと、はい、はい、こんないくっちゃ。結構外したらすごくいったぞ。うわ、ナイス、ありがとうございます。ナイスパー、ありがとうございます。よく入れた、ありがとうございます。はい、これも入れましょう、新原さん。はい、ナイス、ナイスパー。ナイスパー。この難しいショートホールをどちらともナイスパーです。パーを取った2人が気持ちよくティーショット。そのボールの行き先は、またまたトム・ワトソンゴルフコースの罠にはまってしまいました。思った、はい、そうそう、新原さんは林から林へと大苦戦です。あ、また右。いや、ちゃんと素振りした方がいいと思う。いきなり打つことが多いという。で、全部ミスショットやって、ほとんど。ナイス。お、乗ったじゃない？それ吹いてましたかね。うん、ナイスナイス、ありがとうございます。どっちに打つ。ピン方向は厳しいね、はい、そっちに左に出す。いや、左。 OK、 ナイスアウト。寄せて入れてボギー。それこそピッチエンドランじゃないですか。いや、ここ私ですよ、うん、下が相手に似てるとかうまくできるんですよ。あ、なるほど、ね、若干こうやってなんか浮いてれば、なるほどね、難しいよね、確かに。ヤソン、落としどこをしっかり考えて。止まれ、止まった、よし。素振りイメージ、完璧にイメージして、こんぐらい打ったらこんぐらいいく。早いよ早いよ、入らんと早いよ、うん、まあだけどナイストライ、ナイストライ、ほんと一筋。
もうゆるんだ。バニー監督に見つめられるプレッシャーも相まってなかなか練習の成果を発揮しきれない2人。自分が思っているより飛ぶと、引くのと同じスピードに、はい、だからやっぱ素振りした方がいいですよ絶対、はい、ゴルフ道の厳しさに打ちのめされながらの練習ラウンドは続きます。